皆さんこんにちは。今日はセリアとダイソーの購入品紹介になります。よかったら最後までご視聴お願いいたします。今回はすごく購入品は少ないんですけど、コメントで前回の購入品の時にコメントで今週末セリアさんに行くので動画待ってますということだったので、ちょっと少ないんですけど今日買ったものを紹介したいと思います。参考になれば嬉しいです。それではまずセリアさんからいきます。まずこれはリピートなんですけど、リピ買いですね。このクッキングシートのくすみカラー、今ポチ袋みたいな袋をねたくさん作ったので、ほとんどなくなっちゃったので、これねすごく可愛かったんですよ、この色が。なのでまたリピートしました。音も良くて、このくすみピンクもすごくいい色です。まずはこちらと、袋がこちらです。続いて朝日を買ってきました。こちらの2種類買ってきたんですけど、ピンクですね。こんなに大量に合うと嬉しいですね。結構大量に、大量の朝日のです。こちらと、こちらこれも結構大量ですよね。でも同じなんですね、巻き、これこっちの方がすごく大きく感じるんですけど、太さが違うのかな。40メートル、こちらと、でこちらのサンリオのジッパーバッグ、フィルムチャックですね。名前がフィルムチャック。こちらのクロミちゃんと、でいろんなメンバーがいます。これはいつものリピ買いの手芸用ポンドです。こちらと、まずこちらです。これジャンコードは同じです。カラフルとブルー。これが、こちらがカラフルですね。こちらとこれがブルーですね。で素材はマスキング素材なんですかね。そうですね、マスキング素材ですね。こちらです。デザインシール蝶々。こんな感じかちょっと分かんなかったんですけど。こんな感じで。これはなんかあれですね、フィルムシールっぽいですね。こっちの表はマスキング素材なんですけど、こっちの中側がちょっとフィルムっぽい感じです。こちらと、続いてこちらです。
ザインシールブローチ、そうこれ2ってなってるんですけど、1もあったんですけど、ちょっと今回はこの2の方を買ってきました。真ん中が透明になっていてね、可愛いですね。でこちらになります。シールは以上になります。続いてあのこちらのメモ帳なんですけど、これ多分前からありますよね。なんか私も以前にももしかしたら買ったかもしれないんですけど、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、メモ帳私そんな買わないので、もしかしたら買ってないかなと思って買ってきたんですけど。ここに半分に折ると、こちらです。チョコレートの、これもチョコとかチョコミントとかいろいろあるんですけど、このピンクがすごい可愛いなと思っていちごだけ買ってきました。チョコレート、ダイソーさんなんですけど、あのダイソーさんはあの紙物とかは全然関係ないもの3点だけ買ってきました。まずはこちらなんですけど、あの前回のダイソーさんの購入品紹介の時にこちら紹介したんですけど、 UR のこの極細のアイブロウペンシルですね。これを私ブラックを買ってきたんですけど、ブラックしかないのかなって言ってたら、あの茶色もありますよとコメントで教えてもらったので、今回は茶色を買ってきました。で皆さんいろいろ教えてくれていつもありがとうございます。これね本当に優秀ですね。なんか眉毛を1本ずつ描けるような感じで私にはすごく合ってました。なので茶色があって本当嬉しいです。はい、こちらと、はい、続いてこちらです。洗濯ネットなんですけど、これちょっとなんだかわかりますか？これね、ずっとインスタとかで見てずっと探していたんですけど、なかなか買えなくて、今回やっと大量に置いてあったので買ってきました。これは、はい、洗えるマスク用の洗濯ネットですね。マスク専用の洗濯ネットです。これすごい便利ですよね。なんかこのマスク用の洗濯ネット、いろいろ柄付きのもあったし、マスクを3枚入れて洗えるっていうのもありました。便利ですよね。これ今回白と黒を買ってきたんですけど、チャンコードは同じですね。今ねマスク洗えるマスクの時代なので、なんかねちょっとクッションが強めで、なんかいい感じです。一応分かんなくならないように、一応私と主人で使い分けようかなと思って2つ買ってきました。便利。はい、今回はちょっと少ないんですけど、ダイソーさんは以上になります。はい、最後までご視聴ありがとうございました。